10月初め、ポンペオ国務長官が来日し、アメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国の連携を強化する外相会議クワッドに出席しました。19日、オーストラリアは13年ぶりに再びマラバール軍事演習に参加すると発表しました。4カ国による合同軍事演習は北京への強力なメッセージとなっています。 ササササ19日、オーストラリアのリンダ・レイノルズ国防大臣は、2020年11月にアラビア海とベンガル湾で行われるマラバール演習にオーストラリアが参加することを発表しました。レイノルズ長官は声明の中で、これはオーストラリア国防軍にとって画期的な出来事であると述べ、 マラバール演習のようなハイエンドの軍事演習は、オーストラリアの海洋能力を強化し、親密なパートナーとの相乗効果を構築し、開かれた繁栄しているインド太平洋地域を支援するという我々の共通の決意を示すものであると述べました。また、マラバール軍事演習は、インド太平洋地域の四大民主主義国の間に深い信頼があり、共通の安全保障のために協力する意思があることを示しているとも述べています。 オーストラリアがマラバール軍事演習に参加したのは2007年が最後で今回はアメリカ日本インドオーストラリアが共同で海軍を派遣して軍事演習に参加する予定ですオーストラリアはまだどの海軍部隊が演習に参加するかは発表していませんが情報筋によるとホバートやブリスベンなどのオーストラリア海軍の軍艦が参加する可能性が高いといいます australia has watched closely as china has actively sought to gain greater influence in the indo-pacific and where such actions have unsettled the stability of our region we have joined with others in clearly expressing our concerns. leynos国防長官は１９日日本の岸信夫防衛大臣と会談を行い自衛隊が他国軍の軍艦などを守る武器等防護をオーストラリア軍にも適用することで合意しました。 州軍の武器と防警護は、ですね、えー、自衛隊と合衆軍が相互運用、相、え、互、ー、運用性を高め、平素から連携する、えー、基礎となるものであります。報道によると、防護の内容は、弾道ミサイル発射を含む情報収集、警戒監視活動、日本の安全保障に影響を与える事態に直面した場合の補給輸送、共同訓練などとなっています。 現時点では武器等防護の対象は米軍のみですが、実施されればオーストラリアは2番目の対象国となります。NTD ジャパンがお伝えしました。